ロシア帝国憲兵団ロシア帝国憲兵団は、帝政ロシアの国家憲兵。秩序維持任務の外、秘密警察組織である、皇帝官房第三部やロシア帝国内務省、警察部警備局の実動部隊となり、反体制派の取り締まりに猛威を振るった。ジャンダルメリア、または、ジャンダルム、つまり、憲兵という言葉が現れたのは、 1772年のことだった。当時、ガッチナ軍の編成下に、ジャンダルム連隊と呼ばれる強行騎兵連隊が編成された。パーベル一世時代にこの連隊は、この駅兵連隊に編入され、ジャンダルムという言葉は一旦消滅した。1815年、ジャンダルム、この駅兵半個中隊が編成され、ボリソグレブスク重騎兵連隊が、ジャンダルメリアに解消され、 軍内の秩序監視に割り当てられた。1817年、国内警備ジャンダル無召書が設置され、各都市にはジャンダル無大隊が編成された。本格的な国家憲兵の歴史は、皇帝官房第三部長官、アレクサンドル・ベンケンドルフ伯爵の下で、憲兵団が設立された1827年に始まる。憲兵団は1827年4月28日、 ニコライ一世の命令により創設された。憲兵団長は軍司令官に準じる権限を有した。当初の定員は4278人だった。ベンケンドルフは憲兵団の組織を整備し、ロシア領土を8から10県からなる5個管区に分割した。管区司令官は将官が務め、師団長に準じる権限を有した。さらに管区は、 二から三県の管轄するつぼねに分かれた。局長は通常大佐だった。各県には小佐から大佐までの憲兵団参謀将校が配置された。必要な場合、県の参謀将校は中尉または大尉が指揮する34人以下の県憲兵隊の援助を求めることができた。1832年、ポーランド王国管区。1836年、第七管区。 1837年、カフカーズ管区が設置された。1860年代中盤までに、管区は、県と中央の連絡の役割しか果たさなくなり、また、その維持費も膨大なものだった。このため、1867年に、管区制は廃止され、ワルシャワ、シベリア、カフカーズの3個管区のみが残された。1870年には、カフカーズ管区も廃止された。 1917年の2月革命に伴い、憲兵団そのものが廃止された。ありがとうございます。